気持ち変わる。こういう言われるんですよね。フレッシュな香りをね、入れてあげましょう。先生、はい、今日何作りますか？今日はチキンステーキ作っていきます。ちょっとパリパリにしたいなと思うんですけど。おー、いいっすね。皮目パリパリにするポイントなんですけど、まずこの皮目を、しっかり水気拭き取ってください。まあ、水気だとパリパリになりません。さらにカリカリ感とか食感強くしたい場合は、まあ、何かしらの粉をね、叩いてあげるといいかなと思います。一番おすすめというか無難なのは上新粉かなって思います。小麦粉とか強力粉とかでもいいんですけれども、どうしてもね、なんか小麦粉だとね、粒子が細かすぎて分厚くなっちゃったりとか、上新粉がついてるのかついてないのかわからないような感じになるので、まあ、上新粉がまあ一番使いやすいと思います。処理したら、まあ、焼いていくんですけれども、鶏肉ってデコボコしてるから焼きムラが必ず出るんですよね。なのでこのデコボコしてるところをまっすぐに流さないといけない。まあ、そのために今日はこれかぼちゃ、かぼちゃね、まあかぼちゃじゃなくてもいいですよ。何でも重りになれば OK です。でこういうふうに重りになるものを鳥の上にボンって置いてあげて、で平らにしてあげてください。でその状態で皮目がパリパリになるのを焼いてあげるっていう感じです。外がカリで中がジューシーな感じやっていきましょう。結構立派なもも肉ですね。450g。こういった余分な油、こういったところも切ってあげる。でこういった本当もう目に見えて分かるところだけで OK ですよ。軟骨だけですね、食感として気になるのは、うん、鶏肉の筋っていうのは本当に加熱すればあっという間に柔らかくなってしまう、それぐらい弱いものなので、適切に火が入っていれば全く問題ないかなと思います。この皮ね、綺麗に取ろうと思って切りすぎるとやっぱだんだんやっぱ皮も少しずつ縮むんですよ。そんな神経質に取らなくて OK です。熱いところがあったら少しだけこうやって切り目を入れてあげて、やっぱ伸ばしやすくなるので、こういったものがなくても、まあ、軽く叩いてあげれば均一になったりします。あとやっぱ肉の臭みとかってよく言うんですけれども、でそれも今日ね、適宜油も落としながらやりますし、で別に気にすることはないのかなと思います。お肉に塩を振っていきます。僕は今日はね、直前に振ってから焼いていこうかなと思います。で、まあ、塩の振る量なんですけれども、まあ、直前に振る場合っていうのは中にまでやっぱ浸透しにくいので、少し多めに振ってあげた方が、いいかと思います。まあ、0.8 から 1% ぐらいですかね。 4.5g ぐらいね、振ってあげる。で少し気持ち皮目多めに振ってあげましょう。そしたら焼いていきます。でこの時にまあ無難なのが、まあ、カンカンに熱してないところから入れた方がね、縮みが起きにくいので失敗しにくいかと思います。まあ、大体今150度ぐらいですかね。手が私あったかいかなぐらい、うん、で、まあ塩を振ったら、まあ、時間を置かないですぐ焼いちゃってください。でそしたら、まあ、こういうふうにオーブンシートとか敷いてあげて、真ん中の方にね、お餅を抜けてあげてください。中強ぐらいですかね。皮目の下にあるあのコラーゲン層みたいな部分あるじゃないですか。あそこの水分までしっかり抜いてあげなくちゃいけないので、まあじっくりじっくり水分抜けながら焼き色つけたいので、そうするとほら油がだんだん出てきました。こんな感じでね、ただその油を捨てちゃってください。そしたらもう一回お餅を抜けて焼きましょう。ちょっと途中経過見てみますか。音もいい感じですよ、ほら。いい色になってきてるよ。はい。もうちょっとカリッと感をね。で、ここでよく失敗するのは、動かしすぎたりとかすると、どうしたら水分も出てるんですよ、水分。で、それがまたお肉の下に入り込んじゃって、またそこで蒸発して蒸れちゃってっていうことが繰り返しになっちゃってくるんで。焼き色をつけてパリッとした肉はあんまり動かさないということをね、やってください。出すのかな。ああ、でも意外にいるんですよね。うん。ああ、オッケー。大体温度で言うと、まあ真ん中よりちょっとまあ下面部分ですかね。は 53.4 度とか。やっぱ目標はやっぱ60以上最低でも。やっぱ60より低いと、もも肉全然美味しくないんですよね。だから60を行ってもらって、ちょっと70度以下ぐらい、そのぐらい目指してもらえばいいのかと思います。
本当に最初に皮目あのパリパリになるまで焼き切ってください。本当中強火ぐらいで、まあ、4、5分焼いてもらえばパリパリになります。でその後は裏返してもう火を本当に弱火で、今日みたいな分厚いお肉だったら4分前後ぐらい焼いてもらって、であと火消してもう余熱で 4、5分置いてもらえれば結構いい状態で食べれるんじゃないかなと思います。しっかり余熱まで含めてお肉を焼いてあげる、そこを意識してもらえればあのいいと思います。はい。ジューシー、めちゃめちゃジューシー。青山椒とフェンネル、胡椒とあとオリーブオイルで十分だね、うん、オリーブオイル、青山椒とフェンネル、これはまあミントとイタリアンパセリシークワーサー、まあ、すだちとかそういったものでも全然いいと思いますよ。で皮は少し削ってあげてフレッシュな香りをね入れてあげましょう。あんまり皮目にかけるとねしなしになっちゃうからちょっと注意してください。ここに塩も乗っけておきます。はい、どうぞ。じゃあいただきます。めちゃめちゃいい感じじゃないですか。うん、いい感じ、うまいです。プリプリですね。うん、めっちゃジューシー。青山椒って合いますよね。鶏胸肉、鶏もも肉。これ何かぼちゃなんですか。これ何かぼちゃなんですかね。長野県の知人からいただきました。重さはどんぐらいなんだろう。で、1651g ですね。お肉の3倍ぐらいの重さですか。